海上自衛隊保有の新型3000トン級太平潜水艦が2020年10月に進水して半年が経ったね。この潜水艦はとても巨大なのに静粛性に優れていて世界屈指の潜水艦と言われているよね。だけどこの潜水艦は静粛性だけが強みじゃないんだよな。他にもすごい機能が搭載されているの？実は、この新型潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されているんだぜ。何それキヨシク。お前ってネット用語も使うんだな。こう見えて喫水のネラーなもんで。こう見えてっていうか、まあまあ予想通りなんだが。さてさて、今回はその秘密が何なのかを公開してしまうよ。それじゃあ行ってみよう。その秘密というのが新型超魚雷の話なのだけど、他では見ることができない各種装備についても同時公開するよ。隣国の動かない潜水艦を作る意味があるのかというのも疑問だがな。韓国がまともなものを作ることの方が珍しいのは周知の事実だよね。まあとはいえ今回はひとまず太平潜水艦についてだな。昨年2020年10月、長期で名称未定だったため便宜上3000トン型と呼ばれていた。海上自衛隊の最新鋭潜水艦が進水式を迎え、同時に太平と命名されたことが公に報じられたよ。その日から太平型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められているんだけど、2021年2月の時点では同型の潜水艦がいくつ建造されるかは明確になっていなかったんだ。この時点で前級となった操縦型は12隻、前々級の親潮型に関しては11隻が建造されたが、昨今の目標だった実動潜水艦の22隻体制が整備されつつある現在、さらにそれを増加させるかは太平型次第かもしれないね。その太平型潜水艦であるが、基準排水量が3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと、基準排水量が50トンほど、増加したこと以外は操縦型の後期に建造された欧流と規模はほとんど変わらないぜ。この比較で大きさ規模だけでなく全体のフォルムも含めて、太平型は操縦型の全ての面をカバーできており、一見してすぐにわかるような新機軸の導入は行われていないんだよな。当然太平型も、操縦型の最高域型である11番艦欧流や、12番艦欧流と同一のリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関の機関部に採用しているため申し分ない潜水艦となっているぜ。今後ますますリチウムイオンバッテリー自体が高性能化する可能性があるため、しばらくはこの機関構成が海上自衛隊における標準的な仕様となるだろうね。だけど、リチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関で構成された欧流イゴの最高出力は、水中で約5600馬力となっており、実は操縦型の約8000馬力から低下しているという現状もあるんだ。このことから水中での最高速度も約20ノットから約18ノットへと低下している、という計算になるんだけど、連続潜航時間や持続可能速度の向上によって、運用上の運動性能は上昇したとも言われているから謎の深みにはまっていくんだよね。太平型では潜水艦の義目となるソナー類も操縦型から進化した、Z998 タイプを装備しているぜ。また、艦首に沿って包み込む形状の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなども実装しているところの世界屈指といわれるゆえんだな。あらゆる分野で進化している共同光線能力に関しても太平型は対応することができ、友軍の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータリンクにより、自らは捕捉できていない敵目標を攻撃することも可能なんだ。かゆいところに手が届く潜水艦ってわけだね。太平型は従来の海上自衛隊潜水艦と同様に艦首部分に片側3門、合計6門の 533mm 魚雷発射艦を実装しており、地平装として89式及び新型の18式超魚雷、またはハープーン対艦巡航ミサイルを搭載することができるんだよね。中でも新型の18式超魚雷は、従来型魚雷と比較して敵のデコイや欺瞞への対応能力を特段向上させており、しかも先進度での使用可能という使用になっており今後の主戦場となり得る東南シナ海での使用も、想定して作られているぜ。対中国使用が着々と進んでいるってところかな？この18式超魚雷は対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能となっているけど、中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を牽制するのに、
最も強力な兵装の一つだと言われており、いつか一泡吹かせるかもしれないね。いいねいいね、一泡吹かせちゃおう。2022年から収益予定の大芸型にとっては少々気の早い話題になってしまうかもしれないけど、時給の海上自衛隊の潜水艦がどのようなものになるのかという点も非常に興味が湧く話だよね。次はどんなすごいものを作るんだろうってワクワクしちゃうね。大芸型が双竜型のキープコンセプト上にあったということからも、今後のデザインや兵装も含めた全面的な刷新を待望するものだろうと、個人的に期待を膨らませているんだよね。まだ記憶に新しい2019年のマスコ2019というイベントで三菱重工業が定義していた、イメージ画像の近未来型潜水艦に、現行の大芸型から大幅な変更を見て書いたという指摘もあるようだぜ。あの時のイメージ画像の近未来型潜水艦には、現行の大芸型に比べてセールの位置が若干後方に移ると同時に、より船体に一体化した流線形の形状の中に組み込まれていたことが妙に頭に残っているな。まあ、あれはあくまでもイメージ画像というのがわかっているが、実際の時給のデザインがいかなるものになるのか、しばらくの間は一般に公開されることはないだろうな。でもミリオタとしては気になっちゃうところだよね。潜水艦の推進方式に関しても現在急速力で自動車などの民生品での開発が進んでいる。全固体電池の潜水艦用への実用化が図られていて、リチウムイオン蓄電池をはるかに超える航行時間や行動範囲を得る可能性も高いと見積もられているよ。だけど最終的にはドイツの209型や212型などが採用している燃料電池の高性能化が本命になるのではないかと予想されていて、自給タイプがいずれ通常動力型潜水艦の標準になるのではないだろうかと業界で囁かれているみたい。どうしても電池である以上、充電の必要性は絶対にあるが、瞬間的な水中移動速度などにおいては原子推進型潜水艦にも引けを取らない、30ノット以上の高速度も期待できるのが燃料電池だと言われているな。日本は原子力潜水艦は保有してないから、いかにそれを上回れるかが重要になってくるよね。まだ大芸型に関しても明らかにしていない性能もあるため、時給の未来型潜水艦については本当に未知数と言っていいと思うぜ。しかし潜水艦ファンにとってはその全貌が明らかになることに心を躍らせて待っているよ。また世界の潜水艦のトレンドが日本型のものになることを期待して今後も注目していくよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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